育野健一は、日本中央競馬会立党トレーニングセンターに、所属する、元騎手、現長教助手。競馬学校第19期生として、2003年に、騎手免許を取得。同年に、立党をとなしひで旧社所属として、騎手デビュー。同期生に、松岡忠司会長谷川博大、石橋治などがいる。初騎場は、同年3月8日。 中京競馬第5競争のクリスタルシオンで7着。同年4月5日の福島競馬第6競争を名村天女で制止初勝利を挙げる。2009年4月25日、福島頻馬ステークスをブラボーデイジーで制止、重賞初制覇。さらに5月17日のビクトリアマイルでも同馬に起乗し、7年目にして GI 初出走。レースは、 単十46.8倍の11番人気と低評価ながら先行作から最後まで粘り込み GI 初出走ながら連帯を果たした。この年は結局4勝に終わったが4勝は全て特別レースで上げており重賞を勝ったにもかかわらず平場レースでの勝ちが一度もないという珍しい結果になった。 2010年12月20日付で騎手を引退し、大人支給者の調教助手となった。最後の騎乗もブラボーデイジーとのコンビによる12月19日の愛知杯だった。ありがとうございます。